はいどうも、メダカッキーです。本日はこのメダカ助けたい第2弾ということで、はい、黒いメダカさんが4匹入ってるんですけど、みんなねそれなりに元気にしてるんですけど、ちょっと細いですよね。ちょっと細いんですよ。まあこの子たちは冬越しさせてたメダカさんたちなんですけど、ちょっとだいぶ細くなりました。だいぶ細くなったんですけど、まあこの中のうちの3匹はですね、そのまま、はい、冬越しさせてても生き残るであろう感じだったんですけど、この中の1匹がですね、もう縦に泳いでてぐるんぐるん回ってたわけですよ。ああ、もうやばいな、これ死ぬなみたいな感じだったんですけど、はい、この子です。めっちゃ細いでしょ。今それなりに元気に泳いでますね。はい、もう死ぬなと思ったんすよ。ああこれもダメだと。で先日もね、綿かぶってるメダカさん治りましたけど、まあ気づいた時には手遅れだっていうことの方が結構多いんですよね。でこの子もですね、もう縦になってそのまま沈んだりしてたんで、ぐるぐるっと曲がったりね、もう証拠の動画はなぜ撮ってないんだって話なんですけど、ああこれもうやばいなと思って、もう撮ってる暇ないっすよ、とりあえず早く治療しろと思ってね。はい、まあ多分、まあ、ギロダクチルスあたりにやられてるんじゃないのかなと。寒さだけにやられてるっていう感じではなかったです。はい、いつも出てきますね、ギロダクチルス、ダクチロギルス、はい、この辺の寄生虫にやられてるんじゃないかということでですね、まあ今痩せてはいますけど、それなりに元気に泳いでます。はい、まあギロダクチルスとダクチロギルスってどういうものかっていうのをですね、軽くね説明しましょうかね。どっかで探せば出てくるんですけど、まあギロダクチルスがまあ低水温でよく出てきますと。でダクチロギルスが春とか夏、まああったかい時に出てきますよと。どちらもですね、体表に付着して、まあそうですね、皮膚の細胞や粘膜をね食べる、粘液を食べるっていう、はい、生き物です。寄生虫ですね。で主にギロダクチルスが体、体表とかヒレにつくんですね。でダクチロギルスがエラにつきますという感じで、どっちも雌雄同体ですっていうやつですね。なんですけど、この寒い時大体ね、水の中で生活したりしてるんで、はい、大体いたりするんですけど、まあ、魚の調子がいい時は大丈夫なわけですよ。魚の調子がいい時はですね、寄生されないんですけど、もしくは寄生されててもそれなりに元気にしてるっていうことがあります。まあエラなんかにね、魚がこう寄生されるとですね、普通に泳いでるんだけど急にぐるんぐるんとかね、ビュッとか泳いだりする子いるじゃないですか。びっくりしてビュッて逃げるとかいうわけじゃないですよ。もういきなりぐる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 っと泳いだりするような、ぐるぐるぐるってこう巻いたように泳ぐ子いるじゃないですか。あの子たちって何かしら寄生されてるんですよ。まあエラに寄生されてることが多いです、そういう子たちはですね。だいたいこの、まあ、ダクチロギルス、ギロダクチルス、この辺が寄生してます。寒い時がギロダクで、暑い時がダクチロがついてる可能性があると。で今回は、普通に冬越しさせてたお魚さんの中に、この4匹の中で、変にぐるぐるぐるっと泳いでる子がいたので、もう泳いでるっていうか、もう縦になってて沈んでたんで、ああこれやばいな、死んじゃうなみたいな。で縦になって沈むような魚、冬いるんですよ。もう寒さにやられてそうなる子もいるんですけど、今回はぐるぐるっと回ったりもしてたんで、ああ寄生虫にやられてるなということで、まあ、症状的にですね、メダカちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、まあなんていうんですか、底の方の石なんかに体をこすったりとかですね、あとね、まあ呼吸がえらく速くなる、もうエラブタの動きがすごく速くなったり、あとメダカじゃ分かりにくいんですけど、エア食いってやつですね、上の方に上がってきて空気をパクパクしてる、鯉とか金魚とかでよく見られるんですけど、メダカはいつもパクパクしてる感じなんで分かりにくいんですけどね。あとはですね、粘膜が硬、粘膜硬ってやつですね、体が白くなってると、まあ粘膜がすごく出てると、
黒いメダカさんとかだとすごく分かりやすいですね。あとはちっちゃいんで本当に分かりにくいんですけど、まあ、あくびする、あくびっていうかね、大きく口を開けるみたいな感じですね。はい。あとさっき言ってましたね、急に変な泳ぎ方をしたりとか高速移動したりするみたいな感じです。この辺が、まあ、寄生虫に、侵されてるお魚さんの、はい、動き方ですね。まあ、治療薬は、まあ、以前も言いましたけど、まあ、マゾテンとかですね、トロピカル N、トロピカルゴールド、リフィッシュ、そのあたりですね。あとは、ホルマリンで、最近出てる、虫クリアですね。虫クリアが一番いいと思います。あとは高濃度の塩水浴 2% ですね。まあこれでですね、そのまま入れとくと死んじゃうんで10分とか15分ぐらいだと思います。ただこの高濃度のね、塩水浴するともうパクパクするやついるんですよ。もう体が弱ってるやつはもう一発で死ぬんで、これおすすめあましないです、はい。でですね、まあ、マゾテンとかリフィッシュとかを使うんですけど、マゾテン、リフィッシュがもう廃盤なんですよ。だからデッドストックであるものはあるんですけど、だいたいもうないので、はい、今は虫クリア液が一番手に入ると思いますので、虫クリア液を使っていただいた方がいいかなと思います。はい。この辺のですね、マゾテンであったり虫クリアであったりする中には、薬にはですね、トリクロルホンっていうですね、薬品が入ってまして、この成分が効くわけですよ。だからこの成分の含有量がね、一番多いやつが、まあ、一番効くっていう話なんですけど、まあ、マゾテンが一番入ってるんですよ。1ミリリットル中に 0.2 グラム入ってるんで、これが一番効くんですけど、まあ廃盤なんでもうないと、まあ、デッドストックでどこかで探してくださいと、はい。あとですね、まあ今じゃ手になかなか入らないんですけど、ホルマリンですね。今回自分はデッドストックのホルマリンを使いました。この前ですね、実家帰ったらあったんですよ。あ、まだこれだけ残ってると思って。ただね、ホルマリン激薬なんで、まあ、10リットルに対してホルマリンをまあ 0.5 から 1cc ぐらいかな。で、そのままにしとくと死んじゃうんで、まあそれで、そうっすね、5時間ぐらいかな。5時間から8時間ぐらいその中に入っててもらって水替えするという感じで。今薬局でもう買えないんじゃないですかね、ホルマリン。どうですかね、買えるんですかね。なんか印鑑とか持って行ってね、前はね買ってたような気がしますけど、はい。あとはですね、この辺の成分の入った、はい、トリクロルホンが入ったやつって農薬でもあるんですよ、はい。リプテレックスっていう農薬の中にも入ってるんですけど、農薬なんで、これも虫殺すやつですね。これもね、劇薬なんで、魚にダメージがある可能性があるんで、まあ、使うことはもうないとは思いますけどね。もう魚の薬がないときはこれを使ったりとか、まあ、早く速攻で治したいとかいうときは、こういうね、農薬を使ったりしてたことがある方もいらっしゃると思います。この、ディプテレックス自体ももう今廃盤になってるから多分買えないと思うんですけど、まあ農家とか家のね、庭なんかで害虫駆除で使ってたっていう方はですね、家のね、倉庫なんかに眠ってるかもしれないですよね。どうしても薬がないときは、まあこの辺使うしかないです。はい。ただ、劇薬なんで、魚体にダメージがあると。まあましてやメダカなんで、すごいちっちゃいわけですよ。はい。まあ今回ね、このくる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 回ってて、もう沈んでて死にそうだった子がなんとか助かりました。はい。もちろんですね、水温自体も上げてます。はい。この前言ってた、グッピーの水槽に浮かべてる状態ですね。で、お薬を入れて3日間そのままで様子を見ますと。で、様子を見てだんだんお薬の濃度を下げていってっていう感じですね。今回ホルマリンなんで、もう自分は 7,8 時間で、まあ、水変えました。はい。で、水温を徐々に上げていって、
まあやっぱホルマリン効きましたね。久々使いましたけど、あんなにくるくる回って下に沈んでたメダカが細いっすけど泳いでるでしょ。泳ぐんすよ。でわー治ったーと思うんすけど、これまあ魚についてた寄生虫がいなくなっただけで、この魚くん自体はですねまあ弱ってるんで、今はすごく体がきつい状態ですね。なんでね、薄い塩水浴なんかで体力を回復させてあげたりとかした方がいいかなと思うんですけど、この子たちはまあ今4匹ともねお薬に入れました。はい、今回ですね。で今から様子見なんですけど、まあ細くなってる1匹以外の後の3匹は大丈夫かなと。1匹細いんですけど、これオスなんですよね。まあオスはちょっと細いぐらい全然問題ないかなと思うんですけど、まあこの子たちもだんだんと餌をね食べて体しっかりなるかなと思うんですけど、皆さんもね高速移動してね変にぐるぐるぐるっと泳ぐような、はい、メダカさんはだいたいこの辺の寄生虫に侵されているので、さっき言ったようなですねお薬、もう虫クリア一択だと思います。はい、虫クリア非常にね使いやすいんで、もう他の薬ねなんかこうすっごい容量がねすごいリットル数に対して何ミリとか入れろとか書いてあるんで無理なんで、虫クリアが一番使いやすいし、もう本当にねこの薬が出たことによってですね、非常にメダカの病気の治す方法としてはまあこの絵一択かなと思ってます。はい、まあ割とどこのお店でもあるのでこれがいいんじゃないかなと思います。こんな感じでですね、運よくメダカさんの治療が、はい、成功することありますので、見つけたらですね諦めずにね皆さんやってみてはいかがでしょうか。それではメダカッキーでした。バイバイ。